エリックは Python と Ruby のフリーの統合開発環境である。エリック4は Python2 を、エリック5は Python3 に対応している。エリックはフロントエンドで動くように設計されている。例えば編集機能は、シンティラ、リファクタリングには、ロープ、性能解析には Python プロファイラー、そして Python のインタプリタなどが使用されている。 どの機能も特別なインストールなしに使うことができる。エリックは Qt のウィジェットツールキットである p イクト t を使って書かれている。プラグインを用いることで機能を拡張することができる。エリックのプラグインのレポジトリは様々な拡張機能を提供し、IDE から簡単にアクセスすることができる。エリックの重要な機能はプロジェクト管理であり、文法のハイライトデバッグ、 性能解析、単体テストユーザーインターフェースデザイン、出力コンソールタスク管理などを提供する。エリックに使われているいくつかの名称は、イギリスのコメディアンである、モンティ・パイソンに由来する。パイソンの名称自体が、モンティ・パイソンから来ている。この IDE の名称であるエリックとパイソンに、付属するアイドルの名称は、モンティ・パイソンのメンバーの一人である、エリック・アイドルに由来する。 ありがとうございます。